皆様こんにちは、さくらんのランです。ただいま私こちらニューヨーク州のジョン・F・ケネディ空港におります。本日はここからロンドンに向かいたいと思います。でですね、今日のロンドン滞在、なんとスペシャルゲストの方が来られます。誰でしょうか。向こうに着いたらお知らせしたいと思います。というのもですね、そのスペシャルゲストの方も今ちょうど同じ時間帯にニューヨークからロンドンに向かうフライトに乗っているということでですね、お互い私もあのゲストの方もちゃんとロンドンに定刻通りに着くかまだわからないのでで、お互い着いてね、ホテルに入りましたら皆様にご報告させていただきます。フライト時間は7時間15分で満席をいただいております。使用機材は777の300です。で、滞在時間は25時間となっております。朝の6時20分にロンドンヒースローに到着するので、そこから25時間というふうな形になります。今日のドリンクはじゃじゃじゃーん、アイスドッピオエスプレッソインナグランデカップ、まあダブルエスプレッソですねを、氷いっぱいのコップに入れてもらって、そこにオートミルクとホワイトモカ3パンプ入れてもらってます。こちらサクスペシャルでございます。サクがいつも飲んでるレシピでですね、レシピなんていうんだろう呪文コーヒーがめっちゃ強くて、でガッツリ甘いみたいな感じです。なんかちょっとこうモカ、ホワイトモカなんですけど、こう焦がしキャラメルみたいな、なんか後味があるんですよね。めっちゃ美味しいですではこれ飲んでいってきます。ただいまロンドン市内のホテルに到着いたしました。時刻は8時半を回ったところです。今からですね、お風呂に入って髪を1、2時間撮ろうと思います。でお昼過ぎにゲストとの集合場所に向かいたいと思います。それではまた。ただいまの時刻が12時半となっております。あれから髪を取りまして、1時間ぐらい髪を取りまして、お化粧し直して今という風な感じになります。今私がいるのはエイジウェアロード駅という駅になります。電車を乗り継いで目的地、こちらキングスクロスという駅に向かいたいと思います。到着しました。こちらです、キングスクロス駅、セントパンクレアスかな、多分だったと思います。でですね、駅の構内がモールみたいになってるので少し探索したいと思います。飲食店や雑貨屋さん数多く入っていまして、上を見ると天井が高くなってますので開放感があります。そしてやってきたのはこちらでございます。コーヒー屋さん兼デリですね。わあ、美味しそうなんですが、ここではお菓子は買わずにコーヒーをゲットして休憩したいと思います。こちらはですね、ベヌゴーかもというカフェでフラットホワイトを頼みました。なんかこのフラットホワイトってヨーロッパな感じがするようなめっちゃ濃い、めっちゃ濃いですさすがのフラットホワイト、コーヒーが濃い、美味しいです。めっちゃ目覚めます。てかサイズがめっちゃ小さいの分かりますか。これぞヨーロッパって感じで、ちょっと遠近法使っちゃったかも実際このくらいです、このくらいというわけで今日のスペシャルゲストお越しいただきました。こんにちは。スペシャルじゃないけどもうビッグ大物ですよ。でですね、私も森さんも今日ロンドンじゃないニューヨークから、ロンドンにやってきました。今朝のフライト、今朝到着ですよね、はい、で2人で本日の第一目的地こちらにやってきました。じゃじゃーん。
ですね、あ、これがわかるかな、このハリーポッターの9と4分の3番ホームの模型一緒に体験撮影できるみたいなところです。映画と同じようなセットがここには設置されていまして、こうしてマフラーを巻いてくれ、ポージングですとかの指導も行ってくれます。そして完成した写真がこちらです。マフラーも係の方が手動でなびかせてくれたので、こんなにいい写真が撮れました。撮影が終わりました。出口はショップにつながってます。すごい、ここのホームのグッズがたくさん売られています。かわいい、めっちゃかわいい。待って、上のデコレーションがめっちゃかわいいんですけど。かわいい。ユニバでよく見るお菓子ですね、これは多分。大阪の食い出を出たのにって感じ。食い出、そっちか、そっちか、このマスコット、うん、いや、この多分白と赤のストライプだからですよ。青が水に入ってる。確かに、実はここで、トップシークレット言いますと、私も、映画の第一作目しか見れてないにわかファンでして、なので、これを機に勉強したいと思います。お店の奥の方に進むと魔法の杖売り場もしっかりありました。お次は第2の目的地に向かっております。いや、道中ですね、ちょっとだけ迷いました。ここだけの話ですが、少し迷いましたが、到着しました。こちらグリニッチ公園でございます。グリニッチと聞くともうお分かりかなとは思うんですが、グリニッチ天文台にやってきました。この公園内を少し歩いてお散歩して天文台まで行きました。詳しい様子はぜひ森明さんのチャンネル The Flying Steward チャンネルにてご覧ください。リンクを概要欄に貼っておきます。歩き疲れた後はこちらのテラス席があるバーにて冷たい飲み物を一杯飲んで次のところに向かおうと思います。というわけでやってきました、水上バス乗り場です。ロンドンのこのテムズ川沿いには水上バスがたくさん走っているので、私たちも乗りたいと思います。しかもありがたいことにですね、ここの水上バス乗り場電子マネーが使えたんです。なので安心して乗れました。もう電子マネー様々ですね。水上バスを降りてからは、ロンドンアイを見つつこちらのチャイナタウンにやってきました。すごい華やかですね。で、こちらで私たちは夕飯の中華をいただきました。どれもすごく美味しかったです。満腹になったところでゆっくり散歩しつつホテルまで戻ろうと思います。それでは森さん、またお疲れ様です。おはようございます。3日目の朝です。今朝の6時半となっております。準備ができました。6時45分に、バスが出発するので、そろそろ下に行って他のクルーと集合したいと思います。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が面白ければいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。